augmente le nombre maximum d'emblèmes spirituels qu'on peut détenir. だが、わしにはわかるぞ。まるで、誰かを呼び、泣いておるような。もしや、このわしを…よし、時折…ああ聞こえるぞ。なあ、教えてくれ。わしを呼んでおるのか。どうした？ん？ああ、忍び殿か。音をたどり、ここまで参り申した。ほら、かすかに風に乗り、この先の穴底から、調べが聞こえるでござろう。何も聞こえぬ。そうか、わしにだけ聞こえるのか。まあ、務めなどもうよい。この調べを追わねば。あの調べはわしを呼んでおる。そんな気がするのだ。お前さん、いなげされるのかい？なんだと？足なの底に行きたくば、いなげをされるはよいじゃろう。あっちじゃ。足なの底はあっちじゃ。ありがたいや、ありがたいや。金剛山の千宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。
悟空、いかがかね。こんなところに死者があるところ、また供養衆あり、汚れとて我らばかりは見捨てまい。さあ、ご供養していきなされ。
死者があるところ、また供養集あり。いずこへ行こうと、ご供養を欠かさぬようにも。
あなたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？明かせぬのですね。ならば互いに関わらぬがよろしいでしょう。あなたは、ああ、もしや、そうだ。やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道中、落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。狼殿、よく参られました。海星の力は九郎様の竜院の巫女の力と言われています。海星の力を与えられた者は幾度でもまた変わったことがある。海星の力が、ではまた。武士、あいにくと理由がいいこと。Oh.